今年も暦の上ではもう冬ですね。これからどんどん寒くなってくると食べたくなるものがあると思うんですね。ズバリけんちんそば。もう茨城では冬になると食べたいんだという方も多いんじゃないかなというふうに思うんですが、現在来ているのが、常陸太田市宮本町にある龍神庵の、お蕎麦屋さんなんですけれども、2代目店主の相澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、創業の時からこのけんちんそばというのはメニューにありますか？あります。そうなんですね。で、けんちんそばというとけんちん汁の中にお蕎麦がつけてあるというものになりますが、こちらではつけけんちんもあるということですね。そうですね、はい、はい。で、なんと今目の前にそのつけけんちんをご用意していただきました。今日なんかはまだあまり寒くないので、こういったつけけんちん嬉しいなと思うんですけれども、こちらの龍神庵のつけけんちん、けんちん汁の中には一体どんな具材が入っていますか？ごぼう、こんにゃく、大根、人参、しめじ、しいたけ、芋がら、八つ頭です。いいですね。たくさんの根菜類、そして長ネギなども、見えます。で、常陸太田市というとけんちんそば有名ですけれども、あまり同じものはないというふうに聞いたんですけれども。そうですね、家庭で作り方とか材料は違ってきますね、はい、豆腐が入ったり油揚げが入ったり、その過程で独自に味付けしたりしてますね、はい、お味噌を使っているところもあるみたいですね。はい、お味噌を使っているところもあるということですが、やはり新そばの季節ということで、もちろんこのおそばも常陸秋そばの新そばでしょうか？そうです、7日から新そばになりました。はい、じゃあもう取れたての新鮮なおそばということになりますかね。はい、じゃあちょっと私食べてみてもよろしいでしょうか？はい、どうぞ。ありがとうございます。ではですね、今よいしょ、お箸を割りましてちょっといただきますね。 ありがとうございます。今マイクを持っていただきました。はい、 あったかいつけけんちんですよ。けんちん汁に常陸秋そばの新そばをですね入れます。そしてちょっと人参とか大根とかと一緒にいきたいと思います。熱々ですよ。いただきます。うん、香りもいい、私の香り。うん、うん、人参、そして大根にこのおつゆの味が染み出ますね。本当に美味しい。いやー、ありがとうございます。続きは後で食べたいと思うんですけれども、いやー、これ一杯食べ終わった時にはもう体がポカポカとしてきそうですね。そうですね、最後にそば湯を飲んでいただければ完璧だと思います。より一層体の芯から温まりますね。はい、これからの時期この常陸秋そば、常陸太田市でこのつけけんちんやけんちんそば食べてもらいたいですね。そうですね、ぜひいらしてください。新そばも始まりましたので、ぜひ来た際にはけんちん、つけけんちん、よろしくお願いします。はい。